アイドルグループ、夢アドこと、夢見るアドレセンスが26日、新メンバーオーディション、なれんの、夢アド?2020の最終選考イベント、夢見らライブ2020-1226、ブランニューアドレサンスを開催。新たに4名の新メンバーが加わることを発表した。応募総数およそ3000人の中から選ばれた新メンバーは、永田彩香、聖来、秋野、ハレンの4名。配信プラットフォーム、ミクチャによる配信審査や課題曲を披露するライブ審査を3回行い、10月より約3ヶ月間実施していた、このオーディションを勝ち抜き、夢見るアドレセンスの一員となった4人。今回新メンバーとなった秋野は、本当に選ばれると思っていなかったので、今も足が震えています。これから、夢アドのメンバーとして頑張っていくので応援よろしく、お願いします。喜びのコメント。同じく合格者の聖来は、ライブ審査も全部参加できなくて悔しかったけど、夢が叶ってよかったです。と声を詰まらせながら、感謝を述べた。そして、永田彩香は、配信の順位が低かったので、頑張って練習して、こうして選ばれて本当に嬉しいです。ハレンは、正直、実感がないですけど、応援していただいた皆さんに、恩返しができんじゃないかと思うとすごく嬉しいです。ありがとうございました。と、それぞれ、喜びを爆発させていた。最後には、新メンバー加入後初のワンマンライブを2021年2月27日土曜日神田明神ホールにて開催することもサプライズ発表した。そしてさらに今回新体制となる夢アドと妹グループ2つを始動させる夢アド3姉妹計画を始動させることも発表。今回オーディションで惜しくも選考漏れした最終候補者を中心に結成する夢アドの妹グループユニット夢アドスウィート歌唱王と人気ティーンファッション雑誌キューゲルキューガルから夢アドの末っ子グループとしてデビューする夢アドキューガル歌唱の計画も発表した。